なないとっって思って思夢も素敵に撮ってくれたので載せました誰もありがとうございますうんなんでだろう <laughs> わかんない基本なんかあんまり自分のこと漏れてるって思えない人だからそうこんばんは あれ <laughs> は今日ちょっと漏れた <laughs> いいこといいこと <laughs> いいことですねそれはやっぱ自己肯定感を高めるってすごいいいことですよねえポジティブにいこうこんばんは綺麗ですよありがとうございます 折れない人生ですが何か <laughs> そんなことはないですよねいや私ポジティブなはずなんだけどなんか自己肯定感は結構昔から低いんだよねこんばんは。 次はねツーショット撮影会が大釜で新潟でねあるので19日よろしくお願いします漏れる方法明後日までに知りたいえー漏れる方法ねでもなんだろう角度とかじゃないかなこう写真とかだとやっぱ漏れない角度漏れる角度って人それぞれ多分あると思うから 自分の中で一番盛れる角度を探しておくとましになるかもしれない自分の中でうん角度かなメイクとかねあとメイクとか、まあ、髪型とかね確かにたどりだとなんかどう映ってるかとかも分かんないよねそうそう 19日よろしくお願いしますこんばんはあ角度私だとえー、どうだろう絶対こっちみたいな角度はないけどなんか大体上から撮りますねなんかうん上から取るかもち,ちょっとこう斜めにして上から取ると思れます <laughs> れますはい可愛い,いありがとうございますてか私おなかすいてさお昼ご飯は食べたんだけど夜ご飯食べてなくておなかすいたからお粥を食べようと思っておりますでもちょっとまだ暑くて冷ましてます おかゆお昼はねあのタレカツ食べた何味卵超シンプルお腹すいたから <laughs> 食べようと思ってラーメンか迷ったんだけどおかゆにした 偉すぎじゃないこんばんはラーメンか迷ったけどなんか私コロナに一回かかってその時になんかそれがすごい余ってたからちょっと使わなきゃって思っておかゆにしました ケンタッキー食べてるえ最高やん食べたくなるやんおかゆは意識高いわかるちょっと意識高ぶってみた高ぶってみましたケンタッキー食べてる人多くないなんで <laughs> なんでケンタッキーの日なの今日 ケンタッキー食べてる人多くないどういうことすごいいただきます本気出したらすごく食べれそうあ私永遠に食べれますよ多分 <laughs> いただきますうまうま夜は無しだった足りるのそれで 大丈夫。カエ何味？卵。えケンタッキーいいね。ケンタッキーのおじさんと同じ誕生日です。ケンタッキーのおじさんといつ誕生日？メンバースターありがとうございます。 トンカツとエビフライ最高だねサイリュもありがとうございますこ,このかあそうなんだおめでとうございますなんか喋ろうとしたのあそうだ今日ね湯くん家に行こうと思ったんですよ でもう本当に行く気満々で、うん、ネイルもしてもらおうと思ったしあのハウルをね一緒に見ようと思ったんですよ。そうで「行くね」って言っててちゃんと私もあのユナコんちにこう差し入れ用でちゃんと買ったのだけど一回家に寄ったわけよ自分の家に帰ってしたら。 なんか寝ちゃって <laughs> あの寝ててでなんか電話かかってきてもう爆睡してる中電話かかってきて「ん?」って思ってまあ起きるじゃん普通に。で出たら夢でなんか「来ないな」なんて言ってたか忘れたけどとりあえず電話が来てでなんか「 あ寝,て寝てたーって言ってしかもその夢の中に夢が出てきててちょうどそうでなんか夢「夢あ夢さっき出てきたよ」とかなんか寝ぼけながら喋ってて <laughs> そうなんか何話したかちょっと忘れたんですけどそれでちょっと立ち上がれなくてそう。<laughs> 寝もきてて私その時ではき、まあ、れられて <laughs> <laughs> そうでなんかちょっと二度寝したんですけど <laughs> 夢の中に夢が出てきてて夢から電話がかかってきてたっていうそう。<laughs> <laughs> そ,うそんな感じですよねいつも本当に「レイマスターありがとうございます」「ゆめちゃん左右いると思ってしい <laughs>」「そうだよねそうだよね」でびっくりしてでまあびっくりはしてないと思うけど電話かか で私さ本当に信頼してる人じゃなかったらそこんなことできないから <laughs> なんかメンバーってすごいなって思う私多分メンバーにしかこういうことできないと思うんだよね信用してるんだよねうん ゆな子の家には行かなかったですね、結局そうあ今配信してるんだみんなもしかしたらいたかもしれないねそっちに私が。 でもユナコがさ卒業しちゃったらみんなのたまり場が <laughs> なくなっちゃうあもう終わったあ本当。 最週はユナコがお腹すいたから待ってどういうこと <laughs> どういうことまあ自由ですよね基本みんな行動が自由人が多いユナコ卒業したら最欲し用信頼をありがとうございます。 家主の言うことは絶対 <laughs> 間違いないもうちょっとでなくなっちゃうさやちゃんの好きなおでんなのおでんはちくわぶが好きです。 来年家を建ててる予定してますえすえ、ごいいいね家建てるいいですねすごいなんか健康的私今健康的なのかは分かんないけど <laughs> おかゆ食べてる時点でなんか健康 ゆきちゃんがさやのこと。大好き。ええー。嬉しい <laughs>。え、どこで言ってたの。ショールーム。え、本当ですか。 えどこ情報どこ情報あショールームえ嬉しいかわいい私も大好きだよ囲んでた子だっけそう <laughs> 囲んでたっていうか <laughs> そうあでも今日もね部屋一緒で喋ったようん 嬉しいケーキありがとうございます <laughs> 囲んねた子はやばい <laughs> 嬉しいあと今日はねリリのちゃんとゆうはとも話したかな 今日も囲んだ囲んだ <laughs> 囲んだのかはかんないけどしゃべりましたねごちそうさまでした食べ終わったヤヒが人見知りそうなんだよねヤヒねめっちゃ人見知りで3期生にも話しかけられないし喋れない。<laughs> <laughs> すっごい人見知りなんだよねキューキューありがとうございますそうなんか今日もそのゆきちゃんとしゃべるってなってなんかやひがなんか、まあ、対面したんですよ <laughs> だけどなんか人見知りすぎてやひがもう,う隠れちゃっていやっ どっちが後輩なのっっていう <laughs> どっちが後輩ですかってぐらいそう面白かった緊張して話せないらしいそう <laughs> 3期生の方がね全然喋れるんだけど2期のねヤヒが喋れてないっていう。 面白かったです本当三期生」を「さん」付けで呼んでた <laughs> そうやばいよね本当にヤヒおもろいでも確かにさ私たちそのまだ初めて会って何回目とかの時とかって確かにヤヒ人見知りだったし私のこととかも「サーヤさん」って呼んでたからほんと人見知りなんだろうなって。 思った、まあ、今はもうなんかもう同期だしさもうめっちゃ仲いいしおもろいけど本当に最初の方とかは全然なんか今と全然違う多分一番ギャップがすごい初期の頃とはありがとうございますそうヤヒがね多分第一印象と一番違う人かなだって そのオーディションでさ受かった時私ヤヒの隣だったんだけどこういうイエイってやってる写真見るとヤヒの隣なんですけどあの時はだってこんなな子だっって思わなかった <laughs> すごいおとなしくてなんかすごいあ静かな子なんだろうなってずっと思ってたわけですよしたらもう全然違くて <laughs> 全然違うし なんならもう一番うるさいんじゃないかってぐらいうるさいからいやすごい一番変わ,変わったって変わってはいないんだろうけどその第一印象との差がすごいメンバー <laughs> ナンバーワンうんそうね本当に静かだったんですよ初期の頃。 想像できなかったね私は今のヤヒをうん静かだったもん <laughs> 静か私サーヤさんだったもん <laughs> そうでなんか今日その3期生とヤヒが話してるのを見てなんかああそういえばヤヒって初対面の時こんな感じだったなっていうのを思い出しました <laughs> そうもありがとうございますねまあ基本的に多分人見知りの子が多いのかな NGT はもしかしたらうん基本的にみんな人見知りなのかなどうなんだろう、まあ、今はさやっぱ2期とかも5年目になるわけだから 全然まあ先輩とも喋れるけどやっぱ最初の頃はすごい緊張してたしみんな <laughs> なかなかこうね話しかけに行けなかったなーって思いますケーキだるまありがとうございます <laughs> ケーキありがとうでも二期だったら夢とかは結構結構いろいろ 話せる方ななんじゃないか三期生ともすごい話してるイメージ多いかな夢はうありがとうございますでも2期と比べて三期生はすごいコミ力あると思うんだよね私すごい全然みんな喋れるよねそうコミ力あるって思う 誰もありがとうございますそうね配信も慣れてる子…あ、そうなんだそっかかわちいですねまだあのあんまり深くは関わってないんだけど まあでもおしゃべり会とかツーショットとかもね始まったから一緒にいる機会は増えてきてるのでこれからどんどんもっと仲良くなりたいなと思いますこんばんはでもコミ力高い人ってすごいいいなって思う私さすごい高いわけじゃないからコミ力が。 だからえコミュ力高い人ってなんで高いんだろう人見知りをまずしないしなんか話題がポンポン出てくるよねすごくないなんか沈黙がないみたいな感じじゃない 自自分に自信があるのか…えー、どうなんだろうねでもグループ加入してから変わってないえー、どうだろう分かんないコミュ力うーんえー、変わったのかな みんなから見てさ私はさどうコミュ力低い高い <laughs> 客観的に見てさやはノリがいいあ本当ですか嬉しい未、ま、だに緊張するお本当未、ま、だに緊張する話しやすい高いあ本当あ私コミュ力高かった <laughs> そうなの よかった。え、嬉しい。あ、よかった、なんだ。<laughs> 心配してた。そっか、そっか。低くなかった、そっか。よかったです、それは。なんとかしてくれる。<laughs> めっちゃ話しあ、でも嬉しいなんか話しやすいって思ってくれるのって一番嬉しいよねすごいえそっか嬉しいよかったえみんな話しやすいって言ってくれてえすごいコメント欄が今盛り上がってるよ話しやすいで <laughs> 初見さんあの話しやすいみたいです私。 <laughs> 同性にモテそうあ嬉しいやった <laughs> 話すの苦手だけどさやと話せるおやったねってことで今見てくださっているはじめましての方よかったらおしゃべり会遊びに来てください <laughs> ぜひぜひありがたいことに15日は全完売させていただいているので。 の日とかぜひ遊びに来てください嬉しいやったねありがとうキャッピーはたあ,ありがとうございます <laughs> パ,チパ,チ <laughs> パチ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 宣伝しちゃった。チパ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 かったパチ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 パ <laughs> そっかえー、嬉しいな話しやすいって言ってくれるの私結構さ最初怖いとか言われることが多いから嬉しいでもこう初めてこう話してみたら話しやすくてまた来ようと思いますっていう方が結構いらっしゃるから。 嬉しいなって思います。だから私は第一印象をよくしたいなと思うんですけど <laughs> あ。ありがとうございます。え第一印象さどうしたらいいの私は <laughs>。第一印象さいい人って最高じゃない？なんでだろう。第一印象。 悪いとか、悪いわけではないのか別に怖くはないかそっかケーキありがとうございますちょっと近寄りがたいとかってよく言われるんですよね印象いいうえ嬉しい綺麗すぎてそんなことないです <laughs> ありがとうございます ずっと笑ってればいいのかなまじれすると顔が強すぎて話すのもおこがましいみたいなところってどういうことね <laughs> 全然だよ <laughs> どんどん話しかけてくださいって感じ本当に <coughs> ずっと笑ってよかった真顔が怖いのかな怒ってないんだけどね 怒ってないんだけど怒ってるって思われるのかなおこがましいめっちゃ分かるいやめっちゃ分かるじゃないのよ <laughs> そこ共感しなくていいのよ <laughs> どういうことおこがましいって何なんですかおもろいなみんな全然だよ自分 <laughs> と話してくれないと思ったやばいでしょおしゃべり会来てさ無言でさ対応してたらやばいよそれ私そんなことないですよ100%以上ないので大丈夫です本当に <laughs> そんなことないでしょどんどん話しかけてほしい私は <laughs> おもろいなみんなギャグ戦高い <laughs> コメント欄おもろすぎるんだけど <laughs> 面白いフォローしましたありがとうございます面白いえ嬉しい面白いって言ってくれるのも嬉しい 来てすみすいませんの気持ちで言ってますええー、<laughs> 全然嬉しいよ来てくれて来てほしいよ私は <laughs> 緊張するのかあーでもまあ緊張するよね緊張する気持ちはでも分かるかもしれないやっぱドキドキするよね <laughs> ギャップがあって、あ、本当ギャップありますか、私。あ、どうもありがとうございます。おしゃべり会、こっちとテンションの差がある。ああ、でも確かに私おしゃべり会とか。まあ、ツーショットが一番テンション高いかもしれない。<laughs> やっぱ実際にさ。 こうファンの方が来てくださって実際にこう喋れるからやっぱさあのー、一番テンションは高くなっちゃうよね <laughs> <laughs> ショールームはやっぱさコメントあるけど一人だからさやっぱ一人でさそこまでのテンションを持って っくことはちょフフフフフ多分ショールームでなんかみんなの顔がこうなんかズームみたいに見えたら多分めっちゃテンション高いと思うけどそうそうそうまたちょっと違うよねうんツーショットが多分一番テンション高いだからそうね だからおしゃべり会とツーショットがめっちゃテンション高いです <laughs> 楽しいしねうん楽しいかねやっぱ直接会えるのはねこんばんは <coughs> 一人で配信する時とメンバーと配信してる時だいぶ違うそれはめっちゃわかるやっぱ私一人だとなんか ダメなんだねで誰かがいればこうメンバーがいるといつもどりなんだろうけどこんばんはねえ直接会うのねほんと大事よねお顔がやっぱ見れて話せるっていうのは。 全然違うよね「夢やなと」の配信やめ <laughs> 確かに公演終わりねえでもさあの「サメカツの公演終わり」にさやってた配信もなくなっちゃうんだね悲しいわ悲しいんだけどマダカナセブンももう解散ですね

何してんのって思う <laughs> なんかねっびっくりしちゃうもんえ何この猫ちゃんスイーツタワーありがとうございますかわいいありがとう嬉しい <coughs> 前に帰るやつそうです本当にうん 私一人でさいるときにうるさくできない人なんですよ多分みんなもだけど <laughs> 一人でいるときにさめっちゃ騒げないよねどうもありがとうございますまあそれはそうか当たり前かそうだね 落ちち着いちゃうんんだよねなんかフフって <laughs> そう一人で騒いでたらやばいかそっかじゃあ私は普通の人間ってことですね<笑><笑>普通の人間でしたこんばんはそっかそっか ね、でもなんかんか調子いい日と調子悪い日みたいな, <laughs> なんか調,あ調子いい日はさなんかポンポンさ面白いことが浮かんできてなんかポンポン言ってめっちゃウケるみたいな感じになるんですけど調子悪い日は本当にな何一つといって面白いことが浮かんでこないし。 ななななんかか盛りり上げられないいなみたいな <laughs> とかありますね楽屋で <laughs> プライベートかよって感じなんですけど、うんまあ、プライベートもガチ勢なんで盛り上げに「こんばんは」うん、そうね楽屋でね調子いい日は楽屋でめっちゃ面白いことがポンポン浮かんできて なんかどんどん言ってもうメンバーもめっちゃ笑ってくれてふーって感じなんですけど本当調子悪い日はもう何にも浮かんでこないから静かにメイクしてるそうそうなんですよメンバーもね結構笑ってくれるから嬉しくて <laughs> 嬉しくてあのいろいろね面白いこと言いたいなっていう気持ちになる <laughs> そう楽屋で <laughs> MC でやれよって感じなんですけど楽屋で、うん、いやーだってみんな調子いい日とかはすっごいうるさいもんね楽屋。 でもみんな眠い日とかは本当に静か差が結構すごいかも日によって本当にに何かみんなのテンションが高い日は朝早くてもめっちゃうるさいし本当に本当に日によりって感じ持ちギャグは 持ちギャグって言っていいのか分かんないけど、まあ、あるはありますねうんね笑ってくれるとそう嬉しい <laughs> そうだね面白いですよ楽屋はそう MC <laughs> MC もねなんか調子いい日は調子いいんだけどサメカツのの楽屋毎回賑やかだったんだっけど賑やかだよしかもサメカツのさめっちゃ仲いいからさみんなでさ一つのテーブル使っていつもメイクすんの <laughs> 可愛くないぎゅうぎゅうになりながらぎゅうぎゅうになりながら毎回みんなで一つのテーブル使って。 メイクしてご飯食べてるんです誰もありがとうございますそう毎回ねだから5人だからさ誰かしらが毎回誕生日席になるこう225でそうこう狭いんですけどおもろいよ <laughs> 楽しいよ。どうもありがとうございます。<coughs> ね、なんかもう一回ぐらいサメカツナやっときたい。<laughs> この前先週楽だったんですけど、でもなんか先週楽終わったけど、なんかまだありそうな気がしない。なんか次の公演予定とかにサメカツナ入っ 入ってそうじゃないなんか普通に多分来月もあると思います多 <laughs> 多分ね多分ね来月もあるんじゃないかなって思うんですけどどうなんだろうねえでもユニット公演の中でも結構サメカツナはたくさんやってきた方なのでその分ねあの入ってよーって方も結構いらっしゃるんじゃないかなって思うんですけど。 ね、ね楽しかったよ、ね、みんなで旅行したいわ <laughs> みんなで旅行してさ Vlog みたいな感じで YouTube あげたくないあの NGT の「サメカツナ卒業旅行」みたいな感じでどっか行ってさ YouTube あげたいもう完全プライベートみたいな感じでも動画は回して。 絶対楽しいじゃん行きたいところえー、でもえー、どこだろうでも関西とか行きたいかも関西大阪とか京都とか行きたいかもしれないそうずっと言ってるんだよねみんな行きたいってそう USJ も行きたいってずっと言っててなかなか行けてなくててか一回も行ってなくて <laughs>。 そう行きたいですでもさ USJ ってさこの時期多分さもうハロウィンになるからゾンビが出てくるでしょう私本当にあゾンビは好きなんだけどあのリアルゾンビは結構無理でなんかそうだから困るなっていうハロウィンの時期はちょっと行けないかなって思う そうゾンビ映画とかそういうのを見るのはもうめっちゃ好きなんで私感動するしだけどなんか実際にゾンビがさいるわけじゃん USJ ってしかもすごいリアルだしメイクとか動き方とかもさすごいもうプロの方だからゾンビじゃんだからさちょっと怖い みんなが囲んでさこう移動してくれるんならいいんだけど多分単独行動ができない気がするあの中でそうだってさ追いかけてくるじゃん困る そうななんんかねね映像系は大丈夫なんだけど、ね、プロのゾンビとはえなんか動きがすごいダンサーの方だからすごいじゃないですか,かゾンビの動きがすごい「誰もありがとうございます」演奏怖がるとそう余計に寄ってくるのだからダメなの私。 仕事でやってるゾンビだから大丈夫って。思うじゃん、私もね。そうなんだよ、そう思うんだけど。なんか実際に。来られると。めっちゃ怖いよね。さやもリアルにできそう、ああ、やる側だったら多分いけるんですけど。そうね、追いかけられる側はちょっと厳しいかなーっていう。うん。 ビジネスゾンビ <laughs> ビジネスゾンビねでもリアルすぎて怖いあ逆に私もゾンビになっていけばいいのか仲間だから追いかけてこなそうそっか <coughs> みんなでゾンビの仮装して行けばワンちゃん大丈夫かなって でも本当にすごくないあのメイクゾンビメイクもうガチのなんかやばくないすごいメイク落とし大変そうえー、でも楽しそうだねなんか「わー」ってやって「わー」って言われる <laughs> 私そっち側だったら全然やりたいな メイク <laughs> …メイクの大変さそう <laughs> いやーね大変だよだって私がさ去年やったあの軽いゾンビメイクでも大変じゃん結構落とすのでも USJ のさメイクゾンビメイクってもう本当のガチのプロの方がやってるメイクだからだいぶやばいんじゃない えみんなは怖くないんですか逆に全然余裕みんなこうやってもう超リアルなゾンビがこううわーってきてももう「えあこんにちは」ってできるタイプみんなどうなんですか怖くないのみんな あ怖い人見知りだから無理 <laughs> こんばん <laughs> あみんないあ大丈夫な人多い結構いるんだすごとりあえずビビる <laughs> ビビりビビり散らかす私は挨拶はできないああ あいつの人だとかかってるから怖くないいや冷静だななみんないや私も冷静なはずなんだけどそう私も結構冷静なタイプなんですけどそこはちょっと違うんですね一回怖がってあげないとっていう余裕があるのがやばいそんな余裕ないもん私「通所通るえ <laughs> あ撮影会 <laughs> もはや <laughs> <laughs> 余裕すぎだどういうこと怖がらないと申し訳ないってどういうこと強すぎじゃないみんな,なんかもうあみんなと一緒に行こうかな私じゃねなんかみんなと行くわじゃあ USJ 今度 <laughs> そしたら怖くないね多分だってみんな守ってくれるやんうちのこと <laughs> 決まり <laughs> みんなと行こう OKOK、OK, OK、<laughs> さあや先行ってじゃないのやめなさいみんなはちょっと私をこう私が通る道を作ってもらうこうみんなでこう <laughs> そう ツナの旅行なくなくった <laughs> あれあれ感動的な話してたのになんでなくなっちゃった <laughs> ねサーヤをみんなが守るありがとう <laughs> 優しい <laughs> サーヤを守りたいあそうですね守りたい ねまあゾンビの季節ですね来月ゾンビの季節でも最近ゾンビ映画とか見てない四48分ありがとうもうちょっとしたらランキング読みますこんばんはいやでもねゾン 美映画とかは結構好きなんよめっちゃ見るんよハラハラするしなんかまあ怖いまあちょっとグロいところもあるけどなんか最終的にね大体全部感動するんだよねだからおすすめですそうそうそうおすすめではあるっていうホラーはえなんかお化けみたいなのはあんま好きじゃないけど ゾンビはまた別ななんですよなんかお化けでもないからゾンビは元が人間だからあでも幽霊も元は人間かなんかねまた違うんです種類がゾンビの方がなんか感動する <laughs> ので是非見てくださいということでえー、っと50分になったのでランキング読みたいと思います 十三位、ET さんありがとうございます。十二位、ホークさんありがとうございます。十一位、ロングさんありがとうございます。1位、秋広さんありがとうございます。9ヒレジジさんありがとうございます。八位、星野どあいさんありがとうございます。七位、マサさんありがとうございます。六位、タカノンさんありがとうございます。五位、松ツさんありがとうございます。四位、ユウさんありがとうございます。三位、リョウマさんありがとうございます。二位、赤木団長さんありがとうございます。一位、セラシベーさんありがとうございました。 ありがとうございます今日はおしゃべり会も1部から3部まで朝早かったんですけど来てくださった皆さんありがとうございました次は19日のあさってですねえっと新潟でツーショット撮影会があるのでよろしくお願いしますはいということで配信も見てくださってありがとうございました今日の洋服はインスタに全身載せて Twitter にも、えー、まあこれぐらいのやつ載せたので是非見てください ではこの後メール送るのでおやすみなさいありがとうございましたまたねーバイバーイ。